無限に広がる大宇宙、果てしなく広がる星の海はどこまでも続き、永遠の時を刻んでいた。美しく輝く星のきらめきを五感で感じるような不思議な時間が流れ、ミステリアスな空間のぬくもりが広がる。奇想天外、高等無形、天衣無縫、前代未聞、傍若無人、そしてエキセントリックな物語に流れる大きな神秘が人々を惑わし、心地よい迷宮に誘う。その神秘とは、主人公を優しく包み込む裏若き5人の美人教師たちが、実はママだったのです。夢から覚めてやっぱり奇跡起きなかったけど、部屋には9月の朝日が差した朝から暑いよ。はい、クーラーが壊れてますから仕方ないですよ。ちゃんと朝ごはん食べないと一日持ちませんよ。こう暑いと何にも食べる気がしねえよ。そうかな、俺はいくらでも食べられるぜ。あ、もうさつきちゃんうずきの取った。味だけに味見だよ。うわ、出た。にこじー。はぁ、怒る気力もね。千歳くん、完全な夏バテね。ピラニアさんも夏バテです。行ってきますわ。おうちあつあつ納涼肝試し。あいち、トトセ君。ああ。ち。プールにでも入りてえな。ということで、我が学園をより良くするために園長先生の提案があり、この度このようなご意見箱を設けました。ご意見箱？
そうなの、生徒の皆さんから学園に対する希望や要望をどんどん言ってもらおうと思って。みずき、もう書いてる。さあ皆さんも支店の先生のようにどんどんと希望を書いてください。受け付けますわよ。ママ。お、千歳さんが夏バテなのでは？大丈夫だよ、夏バテなんて。あ、少しは涼しくなるかと。ならねえよ。なんで親がこんな目。お兄ちゃんはご意見箱に何か書いたの？そんなの簡単によ。どれ実現なんてするわけねえじゃん。バカだな、そんなのやってみないとわかんねえだろ。そうだよ。もつきママは書いたんですか？ええ、大きな図書室ができたらいいなって。そうなんだ。もう壊れよ。壊れました。何？千歳くん、そろそろお昼休みが終わるわよ。千歳くん、授業が始まるわよ。あじ、相変わらず院長は強引だよな。強引とは何よ。いや別に。青空の下でみんなでお弁当を食べる、これこそ青春じゃない。余計暑くなった。ねえお兄ちゃん知ってる？なんだよみんな。ご意見箱が通って今度図書館ができるんだって。へえ。もう千歳くんも文芸部の一員なんだから、もっとそういうことに興味を持ってよね。やっと図書館ができるんだから。へいへい。新しい図書館、そこには恋愛小説がいっぱい。あ、ふみつきくん、この本のように熱い恋がしたいな。千歳くん、私も。あんたたちは怪奇小説でも読んでろ。図書館の君は美しすぎた。あの旧校舎が壊されて図書館になるんだって。ふーん、ごちそうさま。で、壊される前に肝試し大会をすることになったんだけど、お化け役を先生方がやって、生徒は男女ペアで参加することになったんだけど、ひととせくんはどうする？もちろん僕らはいつも一緒です。仲良し3人組じゃないか。このゾンビどもが。一度だけでは満足できない体になっちゃったの。さてと、俺たちはこれから大事な準備があるから。準備？肝試し大会のお化けだよ。
肝試し大会？あ、そういえばそんなことやるって委員長が言ってたっけ。私たちは脅かす役。それでは食器は自分で片付けておいてくださいね。なんで？ち、決して覗かないでください。覗かねえよ。どうしました？一文字先生。図書館の件なのですが。あなたのおかげよ。え？あなたの提案のおかげで今まですっかり忘れていた図書館を作ることになったのよ。それに取り壊す旧校舎は古くて今は使っていないし、まさに一石二鳥だわ。みんなあなたのおかげだわ。ありがとう。いえ。思いつつ濡ればや人の見えつらん、夢と知りせば冷めざらましを。好きな人のことを思いながら眠ったので、あなたが出てきたのでしょうか。夢だと分かっていたら目覚めなかったのに。これは女性が恋しい人に送った歌です。夢に出てきた人が自分のことを思っている。昔の人はそのように考えていましたが、今はその逆で、夢を見ている人がその人を思っていると考えられています。一文字先生、一文字先生、どうしたの先生。え、いえ、ごめんなさい、何でもありません。ごちそうさまでした。先に上がります。やっぱり変だな。おかしいわね。どうする？なんで俺が！ムスキのこと心配だろ。どうして元気がないのか分からないから。千歳くん聞いてみて。はい。うわっ、どうしてた。あむつきママ。はい。むつきママ、最近。私最近夢を見ないんです。夢？昔はよく見たはずなのに。千歳さんは夢を見ますか？俺は夢なんか見たことないな。そうですか。いよいよ明日は肝試し大会ですね。ああ。頑張って脅かしますよ。それではこれより旧校舎解体記念肝試し大会を行います。
まあ、一つせくんたらカードもらってるのにどこにいるのよ。でも緊張の場面で告白するとうまくいくっていうし、今日こそ一つせくんに告白するんだから。もいもい、あ、ちょっとタッチ、濡れた君も素敵だよ。いい加減にしなさい。やけどしないように。部屋遊びに来ようち。ひとつせくんどこにいるんだろう。よし。どうかしら。とっても素敵です。ありがとう。みなずきちゃん中等部で参加できないから特別にお化けに誘っちゃった。にゃんにゃん。怖いというより、やっぱり本物を連れてきた方がいいかしら。いえ、それは。ねえ見て、みずきのハロウィンも可愛いでしょ。うい、可愛くちゃダメだぞ。さつきちゃんは何にもしない方が怖いよ。さあさあ、それってどういう意味だ。知らないよ。それじゃみんなを脅かしに行くわよ。ああ、おママたちは張り切ってたけど、肝試し大会なんてやってらんないよな。出た。トトセくん、学校行事なんだからサボっちゃダメでしょ。こんな学校行事なんてあるかよ。それよりもっと離れろよ。いよいよね。さあ、行くわよ。お、いやだ。めんどくせえからさっさと終わらせよっと。あ、待ってよ。ひとつせくん怖くないの？全然。どうしたの？なんでもねえよ。こんなの怖くねえ。行くぜ。なに？あれって、なんだ、ただの鏡じゃないか。ひとつせくん、あれ何？委員長もだらしないな。ただの鏡だろ。いやにゃんにゃん。行くぞ。待ってよ、一人にしないでよ。ひとつせくん、しろよ。さっさと札を取ってきて終わらせようぜ。そうね。どうしよう、ひとつせくんに手を握られるなんて。なんとか告白しなきゃ。
た。しょうがねえな。ほら、お札はあと一枚だろ。何よ、私そんなに重くないわよ。うっせえ、行くぞ。変なところ触らないでよね。触らねえよ。図鑑触るとこなんてねえだろうが。あるわよ。あ、行くぞ。これが最後のチャンスだわ。さっさと終わらせようぜ。あのね、私ヒトトセ君のことが。うわあ、どうしたの。その声は初めて。バレたか。面白そうだから一文字先生に頼んで代わってもらったの。ふみつきちゃん、邪魔してごめんね。脅かすのがお化けの仕事だから許して。邪魔って？もう、なんでもない、なんでもないの。さあ、これでお札は全部揃ったから、早く出口に行きましょう。なんでもねえよ。終わり終わりっと。待って。あ、私、なんだよ委員長。私ヒトトセ君のことが好きなの。えっ、うわっ、マジか委員長。ムツキの大恋愛、お楽しみに。